髪型にしようと思っていました。おはよう。おはよう。今日は3分遅れだったかな。おはよう。あのね、すごい言いたいことがあって、昨日さ、あの配信の最後にこれからメール送りますって言ったんだけど、あのすぐにお風呂入っていつの間にか寝てて、で起きたらもう5時50分とかで、もうびっくりした本当に。今日も今日とて早起きなんですけれども、やばい、なんかちょっとガラガラすぎない？どうしよう。そういえばやっちまったって感じで。そうなの、寝落ちしました。水飲むね。あ、吐きるの忘れ吐きるの忘れました。休みだけど配信見るために起きた。ありがとう。なかなか朝起きるの辛いから、ありがとう。今日は何だろう、今日も暑そうだよね。確か間にはセンターで飲むのもいいそうだね、上手ばっかじゃないから。で私すごい今の前座下手上手上手上手が多いかも。今の前座は上手が多いかもしれない。私でもいろんなポジションを覚えてるから、下手でも上手でもセンターでも裏センターでもどこでもいけるんだけど、できればさ、やっぱ前座もさ、もう曲が毎回限られてるじゃん。あの4曲の身どもり何かがいる、順序よろしく、大人になる前にの4曲の中で限られてるからさ、なんかできればその中で別のポジションで踊ってる私を見てほしいなって。それぞれのポジションにさ、やっぱ歌割りだったりとか振りも違うからさ、なんかできれば自分は違うところで出たいんだけど、そう、なんか結局同じとこみんなでさ回さなきゃいけないから、自分だけがいろんなとこやりたいって言っても、なかなかさ難しいことにはなってくるから、そう加減をね、多分たまにはっていう感じで今はそういう制度で取られてますね前座は。おはよう。やっぱり前座に今週出ないからさ、今週今までよりも前座の話めっちゃしちゃうの。急遽変わることがあるから前は対応できてすごかった。そうなの、そうなのって言っちゃったんだけど、急遽やっぱさメンバーの中で変更があるんだけど、私はすごくもうどこでもいいから出たい精神なので、あのね、もともと出る予定があっても今までと同じポジションだったから、覚えられますかって、その新しいところだけど覚えられますかって言われたんだけど、私は覚えますって言って夜頑張って、そう
覚えて反対側で出て、それもめっちゃあの皆さんにもさ褒められてとても嬉しかった。出てないことが珍しい。私もそうゴールデンウィークとかも毎日のようにいたからさ、反対側ってすごいいろいろ逆になりそう。そうめっちゃ逆になった、めっちゃ逆になったっていうか、その頭をこっち側下手側の振りに合わせると次上手ができなくなっちゃうの。今までやってたのは上手なのに、そういう感じなんです。たとえセンターでなくても足先から全集中で頑張ってますそうなんかね、なんだろうな、センターが一番やっぱいいと思ってるけど、なんだろう、私のペンライト振ってる方はさセンターじゃなくて私のこときっと見てくれてると思うから、やっぱそういう方々にやっぱ目線を送りたいけど、まだ一曲だから全ての方に目線を送るのはすごく難しいなって思ってたりもする。でも極力皆さんと目合ってる気がする、個人的にはねでもすごくなんかドキッとするのは、私の青々のペンラ振ってるのにこっちを見てた時、私はこっちにいるのにそう合わなかった目がっていう時がドキッとしちゃうけど、見失う、そうだね、それでいこう。みんな見失っちゃっただけ。対角線の人もなんかね、ジュンヨロって私下手多いけどめっちゃこっち見ちゃうんだよね、柱の奥の方めっちゃ見ちゃう。こっちがドキッとしちゃうそうなの。そうだからあんまり私は DMM のカメラでカメラを見ないかもしれない。なんか見てるとしても多分その下のお客さんを見てるのね。なんか大人になる前にもなんかめっちゃ DMM を見たらカメラ見てるなと思ったけど、よくよくその日考えたらカメラ一回も見たことなくて、あその下にお客さん、私のペンライト振ってくれてる方だったりがいたから見てたんだろうなって思いました。たまにカメラ目線もお願いします。そうします。なんだろうな、いいよね。でもカメラ前わかる、私もすごいいいなと思う。まさか初遭遇した時可愛かった何何、あ何かがいるか、まさか初遭遇かな。そうなんかすごい、でも私は前座っていう制度はすごく4期生にはありがたい制度だと思ってるから、私は前座
なかったら多分まだ見つけてもらえてなかったんじゃないかなと思うこといっぱいあるから。そう、どうですかね。なんか最初の頃よりもやっぱり青色のペンライトが増えた気がするのね、個人的には。すごいそれが嬉しい。全然お出迎えは本当嬉しいね。お出迎えでもなんか私のこと好きって可愛いとかいっぱい言ってくださってるのもすごい嬉しいし、広めで見つけて間違いなかった、嬉しい。そう、前座って本当になんか素晴らしい制度だと思う。なんか先輩方のファンの皆さんっていうのは分かってるけど、なんかその一曲のためだけでもペンライトの色をさみんな変えてくれるじゃないですか。その例えば青青だったりとかに、それがすごくなんだろう、気になってくれてるんだなっていうのを個人的には感じるから、例えば誰だろう、別のさ先輩方の T シャツを着てるけどペンライトがその一瞬だけでも青色にしてくれたっていう、このなんだろう、気になってますっていうことなのかなって私が勘違いしちゃうから。そうなんですよ。そうだね、前座やっぱり先輩方の公演だけど前座が誰かっていうの発表してから申し込みは始まってほしいっていう気持ちもあります。これはずっと思ってます。難しいんだろうねきっと。NGT のミルねえ、未来になれるように。そうだね、前座メンバーの発表が早いと私たちもなんかなんだろうな、先輩方の公演っていうのは分かってるけどなんだろう、自分たちのアピールする機会を一曲でもいただけてるっていうのがすごい嬉しいから、他の子の受付行ったら嫉妬する。うん、なんか私が受付まだしてないっていうのを多分皆さんも分かってるじゃないですか、共有してるっていうしてると思うんだけど、それでなんか先に私が例えばさ受付4番目最後ですってなってるんだけど、最後ですってなってた日に私のファンの方がもう先に劇場にいる、なんかもうロビーにいたりするのがすごい、あれ私じゃないんだってなる。やっぱりさその受付する瞬間が一番話せるタイミングだから、そう、共有できてない時もあるよね。そう、佐藤行きますをその待っててくれてる方もね嬉しい。私を待ってくれてる方がいるっていうのも嬉しい。でもなんかなんだろうな、受付で
あの先に入ってる、もう話せる機会がさもうなくなっちゃったってことじゃん。そう、個人的要素いいよ全然それでも。そう、でも最初の頃さ、なんか共有できるなんて思ってなかったと思うから、なんかもう全くのランダムだったじゃないですか。でも今はもうなんか共有されててさ、いつだろうなって待っててくれてるのをすごい知ってるから、そう、そう、お昼の例えば土日公演のお昼に、お昼の時は朝が早いからちょっと準備が間に合わなくて2番目か3番目か4番目かとかになっちゃう日がいっぱいある。お昼の1番目はなかなかないね最近。私実はです。でもすごい思うのは、なんか個人的な考えなんだけど、土日は両方とも最後でさほちゃんと一緒だった。そう、私たち2人は準備が遅い組なのかな。なんかさほちゃんはでも髪型が、髪の毛ヘアメイクさんにしてもらう時になんか一番最後になっちゃったから、私と一緒に一番最後やることになった。今前座のお出迎えの話をしてます。顔認証してる時楽しいですか？なんかこう、私さすごい顔認証するの下手なんだよねなんかみんなだったら一発で通るところを私3回とかやっちゃうんですよ。だからすごいなんか申し訳ないっていう気持ちもあるけど、まあいっか。待って、その前って何の話してたっけ？あ、そう、私がすごく個人的に考えてることなんだけど、例えば8人の時、前座メンバーが8人の時にお昼4人、夜も4人で、なんか1人でやったらダメかなっていうのをすごい思ってるんだけど、それは混雑しちゃうのかな。なんか受付のお姉さんも一人で受付されてることもあって、そうだから一人で二人のこうこっちもこっちもってすごい大変そうな姿を何回も見てるから、私はなんか一人でもダメかなって思うんだけど、どうなんだろうね。お昼は4人、夜も4人、合計8人。今は2人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 、夜も2人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 なんだけど、昼夜行けばいいけど、どちらだけだと会えない可能性、確かにそれだ。それを考えてね、もうそうだね、そうだね、そこでチャンスを逃してしまうかもしれないってことだもんね。
すごい私個人的にはナイスアイディアだと思ってたんだけど確かにそうだよね、確かにな。お昼はもう準備した順かな。そうだね、確かにそう考えると難しいね。いやー難しいね。一人で60分はちょっときついかも。ずっと立ってるからさ。いやでもどうなんだろうな。その後踊るって考えたらどうなんだろう。そうなんか受付終わったら私たちお弁当食べてみたいな。そうなんだけど、でも前座っていう制度がいつまで続くかわからないからどうなんだろうね。前座がいつまで続くのか。でも前座で満足しちゃいけないっていうのもあるじゃないですか。そう本公演に出るまでって言ってもやっぱなんだろう、初日が全員同じになるかっていうと同じにならないと思うから、コンサート後もやると思うんだけど、私も正直コンサートまでかなって思ってたの。コンサート終わったら本格的にやっぱ本公演の準備するのかなって思ったんだけど、前座が続いたからそうだね、難しいけどいろんなことが、キャッチフレーズ早く言いたいうん、パーティー衣装まださ、あの日向さんの卒業公演と卒業コンサートでしかまだ着たことないんですよ。初めてがそこになるとは思ってなかったけど、初めてが日向さんのその卒業公演で着たのがすごく嬉しかった。おはようございますそう日向さんの卒業公演で、あの先輩方が時衣装、私たちがパーティー衣装で、なんか NGT48 になったんだっていう自覚が芽生えた瞬間だったかも。でもその後はあの法定速度みどもりの制服であって、法定速度意外と難しいんだよ、身どもりで踊るの難しかったんだから。すごいここの肩がさ、ブレザーだからすごいギュッてなって、ここにこうなっちゃってこう踊ってることになる。法定速度ってなんかもうこうなってて、そうすごいかったんだけど、NGT の衣装といえば何かしら、パーティー衣装か時衣装だよね。すごく身の回りの衣装踊りにくそうなんだけど踊りにくいです踊りにくそうなんだけど踊りにくいんだけど、でも今の前座の半袖にスカートもなんかすごいずっとこれ冬をでもこれで乗り越えてきたんだなっていうのがちょっと怖いあの半袖 T シャツで冬を乗り越えたんですよ私たち。すごくない？
そう、今もう夏だからぴったりな季節になったんだけど、ひろかっぴ青春の毛の青春時計の衣装似合うかな。青春時計の衣装やっぱり憧れ、わお腹鳴っちゃった。自分的に一番しっくりくる NGT の衣装、私が似合うと思う衣装ってこと？それはわかん、なんだろう、どれなんだろう。でもスタイルがすごいよく見えるのは、あの思い出いっぱい公演の一番最初の赤の赤制服、あれ何衣装って言えばいいんだろうね。あれが一番なんかスタイルがよく見える衣装だと思う。アイドルらしいさ、やっぱ形してるじゃん。だから一番なんかこう綺麗に見える。足もなんかちょっと長く見えるし、なんか腰もなんか細く、より細く見える。でも桜衣装、なんて言えばいいんだ、通称桜衣装なんだけど、私たちが日向さんの卒業公演で着させていただいた、あのピンクと水色の衣装、私がチャットを撮ってくださってる皆さんがに送られたスタコレのカードの時に着てる衣装。そう、あれがなんかやっぱ明らかに細い、ダントツで細い、みんなやっぱ言ってて、それはなんかもうスタッフさんも言ってた、あれはなんか先輩方一期生がコンサートで来た時に、来たコンサートの時に作られた衣装なんだけど、あの時はもうみんなやっぱずっと毎日踊ってる中で、より体重も絞ってたからやっぱ桁違いに細いって言ってて、そう、でもそれを入ったっていうのがすごくないですか。私はベルト式だからよりきつくて、ネクタイにベルト式だったんだけども、よりこう腰をさ、腰お腹かこうギューってされてて苦しかったんだけど、でもなんか日向さんの卒業公演の1週間前は絶対にもうちょっとしっかり節制しようと思ってしてたら、なんかいい感じに入ったから、そう、着物を着ている感覚、本当にそう、なんかせーのって、あのねベルトも衣装さんがつけてくれるんだけど、せーのって今まで、フィッティングした時はせーのって言ってからはいってやってたんだけど、もうすんなりこう後ろでこうペタってつけられるようになったから、私は細くなったんだって思ったから、もう一回着たい。でも私はその衣装ネクタイ型だったんだけど、あのリボン型が着たくて、実はリボン型がすごく着たくて、誰の衣装だった、誰だったかな、萌歌さん、いや違うな、誰だったかな、ネクタイ型だからアンジュさんかマリナさんだと、あのミドモリの制服はマリナさんです、西形マリナってしっかり書いてあるのを着させていただきました。そう、どうだったかな、でも時衣装はスイスイさんです。時衣装、あ違う、嘘、ごめん、パーティー衣装はスイスイさんです。だからスイスイさんが着てた衣装を着ることが個人的には多いかも。
でスイスイさんって信じられないぐらい細いから、あのね暗闇もトムの衣装も確かスイスイさんなんですよ。私コンサートの時に暗闇もトムの衣装を着た時にスイスイさんでした。あとなんだろうな、細くなった？ほんとやっぱ毎日踊ってる成果が出てるかな。スイスイさんの前もう誰か先輩が着てたのは知ってるんだけど、なんかもう「スイズ」って書いてあったのがすごい印象的だった。パーティーは「スイズ」って書いてあって、あと「思い出いっぱい公演」のあの一番最初の赤の衣装もあれは高倉萌香さんの着させていただいて、すごい感慨深かった。だからもしこれからまたあの赤制服の衣装を着るとするならば、萌香さんの衣装を着させていただくのかな。あとなんだろう、何の衣装着たかな、いっぱい着たんだよな。時衣装は誰だったかな、時衣装はわからないな、時衣装見てない。あとね、なんだっけ、何の衣装があったっけ。あ、でも私思想でしないキスのあの衣装めっちゃ好きなんですよ。だからあれをすごく着たかったんだけど、今冬ブロックって終わってるじゃないですか。だから冬にならないと着れないのかなって。身長が近いところからまずはヒッティング、なんかもうね元からできればこれを着てほしいっていうのを用意されてて、で着れたらじゃあこれでいきましょう、これでちょっとブカブカだったらもう一個小さいサイズ用意するねみたいな。で私はあの暗闇もトムの衣装はあのもともと用意されてたやつがすっごいブカブカで、だからもう一個小さいサイズにしてもらってぴったり着ることができました。だから逆にそれの逆ってあっちゃいけないことで、その衣装もさやっぱ先輩方の分でその賄ってるから、賄ってる補ってる。そのさ先輩方の衣装も例えば20着ある中で私たちで20着みたいな感じだとしたら、その私が例えば B の衣装を用意されてたとしても、その B がちょっと自分が太ってるせいで着れないですってなったら、次 C が C を着なきゃ着させていただくことになるけど、その C を着る予定だった子が次 D を着ることになっちゃって、そういうなんか悪循環になっちゃうから、できれば用意された衣装はそのまま着れるようにしてなきゃいけない。そうだから何回もフィッティングするっていうのはなんかありえないことっていうのはやっぱ伝えられてきました。そうで私はなんだろう、そこまで体型管理するのが嫌いじゃないっていうか、なんだろう、ちゃんと結果に出てくれるんですよ。その1週間頑張ろうって思ったらその1週間でちょっと絞れるから、その頑張った成果が出てくれる体になってるから、なんだろう、その点ではすごいまだマシなのかなって思ってる。アイドルに向いてるんじゃないかなって。その部分ゆきりんさんも言ってたけど、ゆきりんさんは何食べてもさ太らないって言ってたんですけど、私はまあ食べたら太るんだけど、そのこの1週間はできればそのがっつりしたものは食べないで、ちょっとヘルシーなものしか食べないでおこうとか考えたら、そのおかげで
意外と2キロとか痩せれるから、そういうとこですねそういうとこですねそう、なんだろうね、どんな感じなんだろうみんな。そうでも今まで逆はあったけど、その私が用意された衣装で、そのこれ着れません、きつすぎますはなかった。逆にブカブカすぎるんですっていうのしかなかったからまだマシな、マシっていうか、そのなんだろう、衣装さんに最初にお伝えされた言葉は守れてる。逆は全然いいからねって言われたから、ブカブカだったらそれはそれでいいからって言われてきたから、セーフセーフでもこれからすごい何かそういうことがあったとしたらちょっとやばいので、ないようにしなきゃいけない、気をつけなきゃいけない。先輩方みんな細いじゃないですか。だからなんだろう、私は先輩方を見て、あ、これがアイドルかって正直思ったから、大塚さんとか見て、あ、みゆみゆさんとか大塚さんとか見て、あ、これがアイドルかと思って、その1週間すごい頑張ったひなたさんもさ、やっぱそう、そう、実はなんだけど、私昨日みゆみゆさんと、みゆみゆさんとご飯に行ったんですよ。実はそうなんです。なんか昨日話すか迷ったんだけど、あのみゆみゆさんの発言を先にみゆみゆさんから言っていただいた方がいいかなと思って。そう、ね、私とあゆ、原あゆみとなあちゃん、磯崎奈々とみゆみゆさんの4人で実はお食事に行かせていただきました。カード拾ってくれいや全然もうなんかすごいバラバラになったから、そう、みゆみゆさんのカードをみんなで、でもみゆみゆさんが、もう私食の恨みの逆です。食の恨みの逆、なんて言えばいいの、みゆみゆさん酔ってないよ。そう、私食のありがたみを、そう、私それで一生覚えてるタイプの人なので、あのチョコとかバレンタインでもらったら、もうその子のことずっと覚えてるような人なので、いまだに覚えてるからね、あの後輩の女の子チョコくれたの覚えてるからねやだー、こんな話になるところじゃないのに。なんだっけ、何の話してたっけ。覚えてるよ本当に。まだ中学、私が高1で中3の時にくれたの覚えてるから。あ、そう、牛タンを食べたんですよ。牛タンを食べました。みゆみゆさんが、私がね、そのみんな、あの、いや待って、チョコの話になると、バレンタインの時にもらったチョコは、あの本当に1個しかもらったことなくて、今までの人生で友チョコとかはあるんだけど、それしか記憶になくて。それ覚えるね、そういうことじゃないのそういうことじゃないんです。じゃあみゆみゆさんのお話に移るとすると、みんなね、私もあゆも、みゆみゆさんも
なあちゃんもみんな優柔不断だったの。そうなの、メニューでもういっぱいありすぎて全然決められなくて、だから全然ダメで、でも私がこれかこれかこれって迷った瞬間に、あ、これはみゆみさんよりも早く、みゆみさんがすぐ決まっても大丈夫なように早く決めようと思ってもう決めてたの。そしたら私が一番最初に決めた決めたことになって、優柔不断じゃない人に選ばれました、私が。うん、なんか丼物、なんかね、牛タン丼みたいなのを食べたんだけど、なんか私も牛タン丼食べたことないし、なんか牛丼みたいな感じかなと思って食べたら、なんか全然がっつり重くてびっくりしちゃった。そう、私もなんか牛丼ぐらいかなと思ったらしっかりタンだったから、でもめっちゃ美味しかった。あとスープのネギが美味しかったし、なんかだからみんな箸で食べてるんだけど、私だけなんかスプーンみたいな、レンゲみたいなの食べてて、そう、でも美味しかったです。そう、なんかね、その牛タン丼だけなんかねなんだっけな、そう、なんかあれが小皿だったんですよ、漬物が。そう、利休で昨日みゆみゆさんとなっちゃんとあゆとご飯に行かせていただいたんだけど、もういろんな話をしました、これからのことだったり。なんかね、でもいっぱい話したって言っても、なんかもうみゆみゆさんからいっぱいアドバイスをいただいた感じかな。そうだよ、なんかでもみんな、私もなあちゃんもあゆも先輩とご飯行くの初めてだったからみんなちょっとどうすればいいか分かんなくて緊張してて、でもみゆみゆさんがなんかすごいいっぱいお話ししてくれたから、私も会話が弾んでいろんなことみゆみゆさんに聞きました。なんだろう、何聞いたかな、いろんな話をしたんだよね。昨日そのみゆみゆさんと一緒に踊ったんだけど、その踊りで意識してることとか、4人共通の話題はもうみんなそう、夏ブロックの衣装予想したそうそうそう、あと曲も予想したんだけど、これはこうだからないかもね、いやこれもこうだからありそうだねっていう話もしたし、あと衣装の話もしたし、あ、 MBTI の話もした。私が日向さんと同じ MBTI で、みゆみゆさんがなんか狭間を行き来してるんだって。であゆがなんか一番わかりやすいって言ってたそう、あ、そう、 MBTI の話を聞き出したのはどっちだった、あゆがみゆみゆさんの MBTI って何ですかって言って聞いて、そう、実はその前の日のレッスンで先生とスタッフさんと MBTI の話になったのね。そうで、先輩方の MBTI とかもいっぱい聞いて、
で、なんかダンスの先生とあのリカさんの MBTI が一緒で、それはすごいわかるわみたいな話になってて、で私が日向さんと同じ MBTI っていうのもそこで知って、そうなんです、なんかそれでその話があって、でみゆみゆさんの MBTI をあゆが聞いて、なっちゃんがその時水飲んでたんだけど、一番最初の話がそれで、なんか面白くて水をこぼしそうになってたのが、それに私が面白くて笑っちゃったって。なんかね、でもみゆみゆさんと私となーちゃんはみんな愛なのね、一番最初の文字が。だけどあゆはいいなの、最初の文字が。だからみんなでいいになりたいっていうお話をして、あゆがなりますよって言ってて、いや難しいよって3人みゆみゆさんと私となーちゃんで難しいよっていうお話もしたり、軽かった軽かったんです。でそこから NGT の話になって、でなんだろうな、しっかりした話もしたそう、あ7時20分だ、そう変えるの難しい。私って本当に生粋の INFJ なんです。どんな診断をしても、何回診断してもこれなの、もうこれ絶対一生変わらないんだろうなってそんな長い時間いたのどうなんだろう。でもめっちゃすぐに感じた、私は時間の流れが早かったです。俺も同じ、え一緒じゃん、相性いいかも。そうなんか面白かったんだよね、すごい昨日。もう確定です、確定です。そうみゆみゆさんのお家にも来てねって言われたけど、いやーってちょっとハードルが高いから、そのあでも私一人暮らししたいんですっていう話をみゆみゆさんにしました一人暮らしがしたいんですって、できればもう今すぐにでもしたいんですっていう話をして、まあでも絶対に一人暮らしし始めたらさ、もうこの壁でわかるじゃん私すごいそれ思ったんだよね、家か家じゃないかってこの壁で特定できちゃうの、特定ってか、あの今私は一人暮らしの家にいるのか、それとも自分の家にいるのかわかる。なんで一人暮らし、なんかやっぱなんだろうな、自立がしたい自立がしたいっていうか、なんか今頼りすぎてるなってすごい思ってて、でもなんかアイドルっていう職業になったからには、アイドルっていう職業になってからより頼るようになっちゃったから、それはどうにかした方がいいんじゃないかなってすごい思ってて、でやっぱさ、もう今同い年だけど一人暮らししてる子とかもいて、なのに私はまだ一人暮らしじゃないんだっていう、新潟に住んでるからっていうのもあるかもしれないけど、そう、そうだからみゆみゆさんに一人暮らしするとき言いますって言った高校生だけどさ、同い年でも一人暮らししてる子も実はいるから、だってうん、一人暮らししたら同期の家めっちゃ泊まり、私さなんか一人暮らしで始めたら絶対誰も家に入れない気がするんだよね。
誰も絶対家に入れないけど、私一回だけメリちゃんのお家に泊まったことあるんだけど、それ以外誰のお家も行ったことないし遊んだことないの。だからもうびっくりびっくりなんかもうそういうとこなんだろうなって思う。潔癖症じゃないけど、なんかマイルールみたいなのいっぱいある気がする。25分になったら男女読みする。そう、でもすごい来てほしい気持ちはある。家事できるの確かに、でもしっかりご飯作れるようにならないといけない。その大変さとかもしっかり考えていかなきゃいけない年齢なんだなっていう。だって私今年で18歳ですよ。生誕祭のグッズを考えてる時点で私18歳だと思ってそう18歳なんだよな、もう成人する年齢なんだよなと思って、そう、そう、でも私はそのここに帰ってこれるのですぐみんなみたいにさ、なんだろう、富山だったり東京だったり遠いところに家があるってわけじゃないので、そうでなんかその私は個人的に誰かに鍵を渡すっていうのがすごい理解不能なの。理解不能？意味が分からなくて、例えば自分のお家一人暮らしなのに、なんで自分の分の鍵以外にも鍵を作って誰かに渡すんだろうとか思う。私はもう自分がお家にいる時に誰かがいるのはいいけど、私がお家にいない時に誰かがいるっていうのが本当に嫌そう、万が一の時に家族に渡したらさ、どうなんだろうね。でも夢ゆなさんみたいにお互いに鍵預けて、そのぐらいの信頼があるのもすごいいい。結婚でき、私もそれずっと持ってるあ、26分だ、男女読みします。よし、いきます。13位まさひろさん、ありがとうございます。12位天使の分け前さん、ありがとうございます。11位慶応さん、ありがとうございます。10位なみなめのるかさん、ありがとうございます。9位指原部さん、ありがとうございます。8位かんちゃん、ありがとうございます。7位すいずみゆさん、ありがとうございます。6位みかんやさん、ありがとうございます。5位かつさん、ありがとうございます。4位ゆうくん、ありがとうございます。3位たからさん、ありがとうございます。2位まつわさん、ありがとうございます。そして1位はかばさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、でも今は結婚を考える時じゃないので、はい、私はもう今トムしかいらない状態、トムと皆さんがいればいいのでもうそういう、だってアイドルになったので、その考えはもうこのまま貫くつもりだし、お母さんと契約してるので契約してるので、トムとファンの皆さん以外のこと考えたら本当に許さないからなって言われたので契約してるので、そう、だからそう、お母さんと契約してるんだ
そうなんです。なんて言えばいいの、男性関係のことはもうトムとファンの皆さん以外のことはもう考えるな、考えたら許さないって。考えたことないんだけど私も。そうだから私はもうトムがいればいいからっていうのはずっと言ってきたんだけど、改めて契約をさせていただきました。お父さん除外。男として見てないけどね、トムのこと。別に私見たことないんだけど誰のことも。あ、二次元はあるね、あります。メールでお伝えする。待って、今もう29。そう、契約公開、そう、契約公開してよかったかな。そう、なので私は結婚とかそういうこと考えないので今。そう、安心してください。延長して。またね、バイバイ。学校遅刻しちゃう、本当に本当にだよ本当に。またね、ありがとう、またね、行ってきます、バイバイ。